何の法律からやっていけばいいかというと、これはですね、もう答えお伝えしますと、答えはですね、必ず10月が皆さんにとっての試験本番です。ここで注意点が見て、この注意点たちね、非常に大事なので、この方ね、必ず覚えておきましょう。はい、どうも、とあるです。はい、今日なんですけど、今日はですね、1年間の過ごし方に関してお話をしていこうと思います。はい、それですね、まずですね、サムネなんですけれども、少しサムネイルで煽ってしまってすいませんでした。やはりまあ、それくらいですね、この動画を見てほしいというような気持ちがありまして、少しですね、過激なサムネしたんですけれども、そこに対してはすいませんでした。そして今回の動画ですね、本当に大事です。すごい大事。なぜかというと、1年間どういう風なスケジュールで過ごすのか、そこの箇所が間違っている受験生がめちゃくちゃ多いんですよ。めちゃくちゃ多い。例えば、民法と行政法を先にどちらしますかみたいなところって答え決まってるんですよ。こういう風にね、この答え決まってるところで間違っていくごとに受かりにくい勉強になってきますので、この動画で、ね、必ず最後まで見るようにしておいてください。今回の動画で1年間どういう風に過ごせばいいのか、そこに関して全てわかりますので、必ず最後までご覧ください。そして、できればチャンネル登録と高評価も押しておいてください。それで やっていきますとですね、まず、民法と行政法ですよ。民法と行政法、先にどちらをしますか問題。これに対する答えからお話をしていこうと思いますが、まずこういう風にですね、1月から、全くですね、法律の知識は全くないと。っていうところから、でもと、行政試験に受かって人生をこう前に進めたいと、頑張っていこうっていうような方に対する動画なんですけれども、もちろんですね、そこの前からもうすでに勉強している。それも非常にいいんです。非常にいいことでございますので、今回の動画の中で参考にも絶対ありますから、これはまあ、自分自身のそのスケジュールですね、そのスケジュールにこう当てはめていくと、というところですね、何か参考ならば幸いでございます。それでやっていきますと、1月から勉強を始めていこうっていう時に、もう何をしていいかわからないと思うんですよね。そこからですやっていきますとですね、まず何の法律からやっていけばいいかというと、これはですね、もう答えお伝えしますと、答えはですね、必ずこれです。必ず民法からするようにしてくださいです。民法と行政法、先にどちらをしましょうか、これの答え決まっていまして、必ず民法からするようにしてください。これで行政法を選択された方はですね、少し受かる確率が下がっていくんです。一個一個の分岐点があるんですね。試験で一個一個の分岐点があって、あ、こっち選んだらダメだよってとか結構ね、たくさんあるんですよ。で、今回も民法、行政法、先にどちらをするかに関しては、必ず民法からするようにしておいてください。だからこそ、こちらには行政法、方が入りますと、はい、っていうところですね。そしてなぜじゃあ民法から先にするんですかっていうと、それは様々な理由があるんですけれども、一番大きな理由っていうのが、民法が全ての法律の基礎だからです。これね、民法が法律の基礎なんですよね。民法を制する者は司法試験を制するっていうような言葉があるくらいですね、民法っていうのは法律の全てなんです。で、まず民法は条文がめちゃくちゃ多いと、条文数が1000条ぐらいあるんですよね。めちゃくちゃ多いんですよ。で、だから民法がまず分量が多いですね。分量が多いので、まず取り組んでおかないと、後半残しておくと、まあ、時間切れというかっていうような可能性が非常にでかいんですね。だからまず分量が多いです。もちろん行政法も多いんですけれども、多い種類が若干異なってきますので、まず民法ですね、民法をまずは片付けていこうということで頑張る方が絶対にいいです。そして民法を勉強すると、民法って全ての法律の基礎になってきますので、他の法律、例えば会社法とか憲法とか、まあ、行政法ですね、というふうな法律を勉強していく際の頭の体操、頭の作りが民法で完成しますっていうふうな観点からも、まずは民法から取り組んでいってください。あと、この試験の特徴からすると、択一式というのは行政法よりも少ないですよね。9問ですから。行政法よりも9問ですね。民法は9問。なので少ないんですね。少ないんですけど、民法っていうのはなんと、記述式で40点も出てくるんですよ。で、例年ですね、
短期で受かっていこうっていう方は、休日の得点が非常にいいっていうような傾向があります。っていう観点からすると、この民法の休日式に初めの方、できるだけ早い段階から取り組むことはね、非常にいいんですよ。なので、様々な点ありますけれども、そういうふうな観点から民法を先に取り組んでいってください。けど、民法は初めにやるとして、何をしていいかわからない方いらっしゃると思いますので、そういう方に言って僕自身ですね、民法の基礎講座用意しておりますので、よかったとしてもですね、ご利用ください。そちらの基礎講座っていうのはですね、本当にもうたくさん聞いてください。その基礎講座に関してはですね、2週3週という風に聞いてください。今ですね、社会人さんは耳が開いているんです。例えば会社に行く際、何を聞いてるかっていうと音楽ですね、音楽とかではなくて、会社に行く際に僕の YouTube のこの基礎講座、それを流し聞きしてください。で、そして電車、この前ですね、電車でびっくりして、電車乗ったらですね、なんかそのサラリーマンさんがね、ゲームしてるんですよ。なんやと思ったんですけど、まあそんな、やはりまあその息抜きというか、まああると思うんですけれども、そういうふうな電車の移動時間ってですね、例えば5分10分でも1週間すれば30分とか40分になるわけですよね。そういうふうな時間がもう非常にもったいないので、そこの時間でも YouTube 聞いてください。ね、この電車の5分10分、その時間でも聞いてください。例えば電車が例えば遅延とか、していてもですよ、あ、5分遅れたと、じゃあ5分勉強しようってなるんですよ。っていうふうにこの隙間時間、社会人さんを受かるためには隙間時間を有効活用することが非常に大事。そして一方で、例えば主婦さんも非常に毎日忙しいと思うんです。例えばですね、夜のですね、まあ、8時とかですか ?8 時くらいから結構忙しいと思うんですよ。ご飯を作り終わってと。で、その後に、ご飯をこう、皿とかをこう洗ったりしながら、かつそのね、洗濯もありますから、洗濯物をこう取り入れてとかをするわけですよ。でも、すごい忙しいけど、忙しいんだけれども、耳は開いてると思うんですよ。なので、例えば、Bluetooth をこう入れておいて、そして耳でこう流し聞きしながら皿洗うとか、それもいいと思うんですよね。まあ、けど注意点がまあ1個だけありまして、そのまあ、皿を洗うときに、音は聞こえないので、こう皿を割っちゃうみたいなリスクがちょっと出てくると思うんですよね。だと思うんですけれども、ただ耳が開いてる事実はありますので、その耳から流し聞きをしてほしい、そういうような時間がない方に向けた基礎講座を用意しておりますので、この講座に関しては本当にもうずっと聞くだけでいいです。特に何かを書くとか一切いらなくてですね、とにかく聞き流してくださいね。その民法の基礎講座を聞き流していただくと、だんだんあ、こういうところを勉強するんだ、こういうところが試験問われてくるんだっていうことが分かってくるんです。で、そういうことが分かってきたら、次何するかというと、過去問を解くんですよね。いきなり学問ってやはりは難しいもありますから、ある程度の基礎といいますか、まあ、こういうふうなことを勉強するんだみたいな部分です。そういうふうな部分をある程度、本当にある程度ですね、ある程度知っておいた上で学問を解いていく。何解いたらいいかっていうと、数学問です。数学問を解いてくださいね。ここの時期で数学問を頑張って取り組んでいきましょう。そして、その学問にも取り組み方があるんです。基本的には、受かる方と受からない方、何が違うかっていうと、物事の取り組み方が違うんですよ。使ってる問題集は全く一緒ですよ。例えばウォークモンを使って受からなかった方が次に足別学問集に変えたとしても、おそらくは全く意味がありません。なぜかっていうと、取り組み方が間違っているからです。テキストのせいにしてはいけません。そういうふうな、そのやり方ですね。やり方が間違っていると、何をセレクトしても間違ってしまいます。だからこそ何かというと、僕自身は数学問の講座、それを現在作っておりまして、そちらが下記にありますメンバーシップですね。問われる塾のウェブコミュニティですけど、そちらのコミュニティに入ってもらいますと、数学問のやり方、どういうふうな観点からやればいいか、そこに対する講座をですね、受験生、特待生、そちらのコースに関しては毎日ね、更新していますので、よかったらね、参加してみてください。っていうふうな要領で、1月から3月、民法に関する勉強をしてみてください。じゃあ、この時、ここで民法に関して数学を頑張ってやりました。じゃあ、4月からどうするんですかっていうと、ここからが工夫が必要で、まずは行政法です。行政法も同じようなことをやってください。行政法も同じようなことをしましょう。要するに、まずは行政法に関する基礎講座ありますから、その講座を何回も聞いていきましょう。そして、行政法に関しては一応手短なレジュメもつけておりますので、もしよかったらご覧くださいというところでございます。で、ですね。行政法に関しては、ある程度聞き流しが終わった行政法に関してはですね、数学問も解いても僕はいいと思っています。ただ、行政法に関しては、いきなりウォーク問やっちゃってもいいです。
なぜかっていうと、行政法は民法とは異なって思考力は要求されません。ここはね、はっきり理解をしておいてください。試験問題において、あ、行政法を考えさせる問題あるなとか思ってる方は勉強が甘い。ではなくて、行政法は考えさせるものなんか一個も出てきません。すべて暗記、すべて知識を知っていますかっていうことしか出てこないので、なので行政はとにかく覚えてください。ウォークマの選択肢をすべて頑張って覚え込んでください。それができればあなたは受かります。そんだけです。ただ注意点がある。何かというと、1月3月で民法の勉強して9日民法を放っておこうって思っている方もったいないです。ここの3ヶ月間めちゃくちゃ頑張って勉強したのに民法の復習しないなんかもったいないですよ。だからここの期間で民法の復習もぜひやってください。で、じゃあ何を復習するんですか、もう一回すぐこのするんですかっていうと、ではなくてウォークマですよ。ここで出てくるのがウォークマです。つまりはここの1月3月で勉強した民法の基礎を使って、その基礎を使っていって、この4月6月というのは行政法のインプット、新しくインプットをしながら、かつ民法のウォーク問でさらなる実践力を養っていくんですよ、っていうことをこの期間にやってください。ここの箇所で民法の復習をしない方、まあ、仮にするとしても民法の数学問の復習しかしない方っていうのが、それは少し甘い。そうじゃなくて、ここの時期は民法のウォーク問を解きまくって、それで実践力を養っていってくださいというところでございます。で、そしてと、まあ、こういうふうにこの期間に関しては行政法のインプット、それをしながらで、行政法はインプットがアウトプットに直結します。なぜかっていうと、本当にもうクイズですよ。一問一答形式。知っていますか知りませんか、それしか問われてきません。なので行政法に関しては思考力なんか言いません。必ず行政法はしっかり知識として覚えておきましょう。だからこそ逆に言うと、覚えていなかったらもうどうしようもありません。なので必ず覚えてください。で、一方民法は思考力、考える力が要求されてきます。だからこういうふうに長い期間を設定するんです。民法のような思考力、どういうふうに考えるのかっていうところも要求されてきますので、短い期間に対応することは絶対できません。だからこそまずは民法から取り組んでほしいところでございます。なのでイメージはこの半月間で民法行政法を完成させてくださいというところでございます。なので、たまにですね、ごくまれに半月間、6ヶ月で受かりましたよって方いると思うんですけども、その方っていうのは、こういうふうに民法行政法に関しては固めることができるんですよ。だから、民法行政を固めておけば、もし民法行政法で全問ね、全問正解すれば、それだけでですね、受かるんですよ。で、かつ一般知識っていうのは絶対6問を得点するわけですから、一般知識で必ず6問以上、つまりは36点ありますよね。ということは、民法行政法に関して40点ぐらい間違えても、他が正解すれば受かるんですよね。だから短期で受かる方は半月で受かるんですよ。その半月、半月受かるからっていうのは、憲法とか会社はおそらくやってません。そうじゃなくて、民法行政を固めているからこそ短期で受かることができるんですね。なので皆さんは半月間、この6ヶ月間を使って必ず民法行政法に関して完璧にしていきましょう。そして、それができた方のみが許されるものが7月9月のですね、憲法会社法ですね。っていうふうに、ここで憲法と会社法に関してやっていくわけですが、ここで注意点が来て、この注意点2つね、非常に大事なので、この方ね、必ず覚えておきましょう。昨今ですね、憲法、会社法、どちらが大事かというと、最近はこちら、会社法です。ね。憲法とか会社の中で、会社法を捨てようなんて思ってる方いませんよね。もういませんよね。会社法をもう捨てようと思ってる方いたら、その方っていうのは受かりませんよ。会社法を捨てようなんてもう思わないでください。最近の業種によってはね、会社法を得点できないといけませんから、会社をね、必ず取り組んでおいてください。というふうに、情報をアップデートしておきましょう。実際、昨年の問題というのは、会社法4問中4問取れましたから、あれに関してはですね、しっかり勉強取れました。なので、会社を返して勉強しておいてください。そして、逆に憲法が最近やたらめったら難しいんです。憲法がもう最近めちゃくちゃ難しくて。で、一応ですね、その弁護士さんからの情報なんですけれども、憲法なんで難しいかというと、それは憲法の問題を作っている方が、割とそういうふうな暗記を避ける問題を作る方が中に入っていると。その試験を作る試験員さんの中に、憲法をそういう思考力、考えさせて解説させていくんだ、みたいな、
問題を作る方が中に入っているというふうな情報をですね、いただきまして、なるほどと。だからこんな難しいのと。ね、憲法すっごい難しいですね。昨年の問題に関しても、統治の歌手ですよ。統治って普通はもう知識なんですよ。知識があれば回答できるところに、なんか急に文章ドーンときて、河川が引かれて、それで回答みたいな。そんなんちょっとみたいな。っていうところが出てくるんですよ。でも、この傾向、おそらくこれからも変わりません。憲法は執行力がいると。で、よりかは解消ですよ。会社法みたいに暗記すればなんとかなるというようなところに力を注ぐ方が受かりやすいので、こういうふうに会社法の方に力を入れて頑張ってやっていきましょう。ただ、会社法に関しても全部する必要性はなくて3点ですよ。設立株式機関ね。会社なんですが、設立株式機関。この3点セットに絞ってね、やっていきましょう。そしてこちらに関しても僕の方で、設立株式に関しては基礎講座を用意しておりますし、なんとも期間に関してはもうね、全部無料で出しちゃいました。なので、そこも利用してください。そして、設立株式に関してはですね、しっかりとした講座というとですね、レジュメとかをセットですね、作っておりますので、設立に関してはレジュメセットを作っていますので、それもね、含めて、よかったら、ね、ご利用くださいというところでございます。そしてあともう一個注意点がもう一個ありまして、これが何かと言いますとですね、注意点は必ずですね、行政法民法の復習も必ず取り入れてください。ここの箇所で必ず復習も取り入れていきましょう。もちろんここですね、こういうふうな復習の方法、どういうふうに復習をしますかに関しても動画作っていきますけれども、とりあえず民法行政法の復習も必ずしておきましょうってなるので、ここですよ。10月が皆さんにとっての試験本番です。もちろんですね、本当はこっちですよ。本当は11月なんですけど、皆さんにとっての試験本番は10月って思っておきましょう。10月に皆さんの運命決まります。10月に試験本番がありますというふうに考えておいて、この試験取るず10月でもう受かる得点取れますよというふうなぐらい自分を調べていくためにスケジュールを設定していくと、こうなります。でこういうふうに見ると、皆さん結構時間ないってことが伝わるでしょうか。ね。いろんな受験生いるんですけれども、1年目、今年初めて受けますよっていうような方っていうのは危機感がない。足りないんですよ。この試験ってめちゃくちゃ難しい。やはり2年目以降頑張っていこうという方は、やはりこの試験の怖さを分かっていますから、めちゃくちゃ頑張ってスイッチね、こっからスイッチ入るんですけれども、初年度、これから頑張っていこうという方は、まだ1年間あるんやって思っちゃうんですよ。でもそういうことではなくて、まだあるとか思ってると、もう明日から学校始まるわってなりますから、だからもう少しシビアですね、スケジュールガン集めていって、そして頑張ってやっていきましょう。民法って条文1000個あるんですよ。1000条の条文を3ヶ月勉強しようって結構難しいですよね。っていうようなぐらい時間はないので、でもと、この限られた時間の中でできることを日々頑張ると必ず受かりますので、ぜひともですね、一緒に頑張ってやっていきましょう。はい、ってところでございます。なので、この計画に、これに関してはこういうようなところをお伝えしてもらいましたので、こういうふうなスケジュールを意識してですね、ぜひとも取り組んでいってみてください。はい、ってところでございました。で、最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとは今回紹介しました、民法の基礎講座、行政法の基礎講座、あとは会社に関しては設立と株式、そして憲法に関しては統治に関する講座ありますので、私もご利用ください。そしてメンバーシップですね。メンバーシップではですね、様々なアウトプットに関する講座、アウトプットを意識していながらインプットをしていこうという講座を、毎日ですね、更新しておりますので、よかったら、受験生以下ですね、受験生か特待生、そちらのコースにご参加ください。そして、メンバーシップの中でいただくことを、一回試してみたいと。っていう方は、超コースの方から、ぜひご利用ください。というところでございます。ただ、できたら受験ですね、受験生以下のコースにご参加くださいというところでございますので、これからも一緒に頑張っていきましょう。以上、トワレでした。